こんばんは。ですね、まだ時間には至っていませんけれども、もう少し早めに映像を流させていただいています。あと3分後ぐらいにですね、始めていきたいと思っておりますけれども、よろしくお願いします。少し映像を今、早めに流させていただいています。映像をですね、少し早めに流させていただいています。もう少しですね、もうしばらく、お待ちください。あと1、2分で始めてまいります。今日もですね、映像を少し早めに流させていただいております。あと1分ぐらいでですね、始めて本番に入っていきたいと思います。映像をですね、少し早めに流させていただいていますが、今日もですね、よろしくお願いしたいと思います。ではですね、そろそろ始めて、参りたいというふうに、思いますけれども、こんばんは。こんばんは。またですね、海外でですね、この番組を見て、くださって、いらっしゃる方々のためにもですね、ご挨拶をさせていただきます。こんにちは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。神様はですね、今日もまたこの祝福の時、祈りの時間の時をですね、今導いてくださって本当に感謝します。今日はですね、司会の手元小林ですけれども、はい、同じく花小林です。よろしくお願いいたします。またですね、1時間お付き合いをお願いしたいというふうに思います。本当にですね、今日はちょっと雨の音が聞こえたりしてですね、台風がちょっと迫っているようなんですけれども、はい、お祈りをしてですね、初めて参りたいと思いますけれども、よろしくお願いいたします。天のお父様、主よ、ありがとうございます。あなたがこの祈りの時間の時を導いてくださり、本当にありがとうございます。どうぞ主がこの祈る時間の時を祝福して神様のご栄光を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。あなたの恵みを表し、祝福を豊かにこの番組において表してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、そうですね、こう雨音を聞きながらですね、この番組を今、させていただいているんですが、いろいろ用意をしてですね、いつもこの番組に臨ませていただいてですね、いろいろ花さんもご用意していただきましたでしょうか。そうですね、今日はいろいろ探してたものが見つかったりとか、はい、あ、そうですね、ありまして本当に良かったです。読みができて直前でですね、はい、ちょっとファイルとか見つかって良かったですね。良かったですね。はい、はい、神様はですね、いろんな助けを私たちに、日常の生活の中でですね、いろいろと与えてくださいます。はい、今日もですね、
お祈りをしていくときに、小さな課題からですね、また大きな、まあ、いろんな問題のこともですね、心を合わせて祈っていきたいと思いますので、はい、はい、神様に期待しつつですね、そうですね、祈っていきたいと思います。はい、はい、今日はですね、まず1番目はですね、N さんの、はい、はい、はい、文章を読んでいただきたいと、リクエストですね、お願いします。はい、それでは早速、まず最初は N さんからの祈りのリクエストを読ませていただきます。はい、この度、我が家で飼っておりますメス犬、F ちゃんとしておきますが、はい、8歳の癒しのためにお祈りをお願いさせていただき、メールさせていただきます、はい、先週末から急に具合が悪くなり、日曜日から今日まで3日間高熱が続き、水以外何も受け付けることができなくなり、歩くこともままならず、ちょっと心配、昨日は血便や血尿が出て大変弱っています。はい、お医者さんにも診てもらい、薬や点滴を受けて少し症状が収まったようにも見えますが、まだ全く何も食べることができません。感染症か関節炎か、もしくは内臓のどこかに腫瘍があるかもしれないということで、明日、はい、エコー検査を受けることになりそうです。重い病気なのか一時的な病気なのか分かりませんが、いずれにしましても神様の圧倒的な癒しをいただいて、元の元気な状態に回復できますようにお祈りをお願いさせていただいてもよろしいでしょうか。どうかよろしくお願いいたしますということで、はい、はい、ですね、うん、N さんからですね、はい、以前のリクエストをいただきました。うん、ちょっとうん、ですね、ワンちゃんですけど、はい、ちょっと心配ですよね。心配ですね。はい、はい、番組がですね、うん、一番最初に始まった時に、迷子の猫ちゃんのためにですね、お祈りさせていただいたらですね、うん、本当にあの番組が終わると、はい、まあ、同時というかすぐにですね、うん、その猫ちゃんが帰って、うん、いなくなってたのが帰ってきたという、ね、帰ってきたというですね、はい、ご連絡をいただいたわけですけれども、はい、本当にですね、今日はワンちゃんのリクエストですけれども、はい、ですね、はい、そうですね、ワンちゃんのリクエストですけれども、ぜひですね、はい、お祈りしていきたいというふうに思いますので、はい、はい、じゃあ心合わせていきましょう。あてのお父様、主よ、ありがとうございます。あなたがこの時を今導いてくださっていて本当にありがとうございます。うん、どうぞ主よ、 N さんのそのワンちゃんを、どうぞ F ちゃんを、どうぞあなたが癒してください。うん、どうぞあなたがあれに導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞその N さんが本当に心配していらっしゃいますけれども、どうぞあなたが助け導いてください。どうぞ主が元気にこの回復していくようにお医者様にも言っているということですけれども、どうぞ元の元気な状態に速やかに回復していけるように助け導いてください。神様の特別な癒しを与えてくださいますようにお願いします。A さんがまた心を痛めていらっしゃいます。どうぞあなたが助けてくださり、そのワンちゃんが元気に回復することができるように、癒しの手を伸べてください。神の恵みを表してください。そのワンちゃんを助けてくださいますように、どうぞお願いいたします。愛し天のお父様、本当に N さんからの祈りのリクエストありがとうございます。本当に飼っておられる別にワンちゃんの癒しをどうぞあなたがさらに表してください。どうぞ明日エコー検査を受けられるということですけれども、その病気になった原因がはっきりと分かるようにしてくださり、いずれにしても本当に神様によって、またさらに元気な元の状態に速やかに回復していくことができるように、ワンちゃんのこの弱っていらっしゃる、弱っておられるその体の
昨日の部分一つ一つにどうぞあなたが触れてくださって、その原因となっている元の部分を完全に取り除き、本当の状態に本当に元気に回復することができるように助けてください。もう本当に、お体の状態がはっきりと癒されていくことができるように、また明日検査していただくときにも、本当にその状態がお医者様によってもはっきりと明確に、この教えていただき、速やかな回復がその病院の言葉を通しても、ワンちゃんを助けてくださいますようにお願いいたします。本当に完全な元気な状態に、元の元気な状態に回復することができるようにさらに助け導いてください。お願いいたします。あたりのお父様、本当にあらゆるください。どうぞ癒しを与えてください。イエス・キリストの皆によってワンちゃん癒されよ。イエス・キリストの皆によって癒されよ。病なさい。病なさい。主どうぞあなたの恵みを表してください。主どうぞあなたの特別な癒しを与え、回復を与えてください。イエス様の皆によってお願いいたします。はい。そうですね。元気になってほしいですね。はい、はい、そうですね。神様は本当に聖書の中にですね、はい、一話のスズメのことをですね、うん、心にかけておられるという箇所がちょっと聖書の方にですね、出てくるんですね。はい、ですから本当にワンちゃんのこともですね、神様は憐れんでくださるんじゃないかなと本当に思うんですね。はい。はい、じゃあ次のですね、はい、メールを読み上げていただきたいというふうに思います。はい、次のいろいろリクエストの方は S さんからのリクエストです。はい、お読みさせていただきます。お願いします。お母さんの前だとなかなか素直になれず、私が悪くても謝れません。意見を言われたり注意されるとすぐ口答えしてしまいます。そしてすごく罪悪感を感じてしまいます。お母さんに素直に謝れますように、へりくだって意見をちゃんと聞けますようにお祈りください、うん、はい、ということでした。はい、はい、そうですね。 S さんからのリクエストですけど、まあ、自分をですね、うん、冷静に客観的に見て、そしてでもこれはね、そのある意味ではとてもなんていうんでしょうか、罪悪感を感じてしまって、うん、なかなか素直に謝れないという、うん、ことですね。でもこういったこともですね、神様にお祈りして耐えたらいいんじゃないかというふうに本当に思いますよね。はい、はい、お祈りしていきましょう。はい、じゃあここら合わせていただきたいと思います。天のお父様、主は本当に、主を今この S さんからのメールをありがとうございます。主をお母様に対して素直になれないということですけれども、こう自分自身が悪いということが分かっていても謝れないということですけれども、どうぞ主が私たちをどうぞ主を許してください。罪人である主を私たちを主が許してくださいますようにお願いいたします。どうぞこの S さんをあなたが許してくださりますことを信じて感謝します。どうぞ本当にお母さんに素直に謝れるように、どうぞあなたがS さんのこのお母さんとの間において、傷ついている心を癒し、解放し、そして本当に自由に、神の前に出て、素直にお母さんにまた謝れるように、どうぞあなたが助けを与えてください。そして本当にへりくだって、お母様のその意見を聞けるように、どうぞ S さんの心を主が助けてくださいますようにお願いいたします。愛する天のお父様、本当に S さんからの祈りのリクエストありがとうございます。またお母様のことで本当にお悩みになられ、またご自分のその体積感の苦しみにおいて、今その S さんがあなたの前にこの祈りをおさらげされました。本当にそのことを覚え感謝いたします。またそれは本当に S さんを私は癒してくださり、回復してくださり、またお母さんとの関係を今まで以上に良くしてくださるものとなりますことを覚え、また全てを生きと変えてくださいますから、ありがとうございます。どうぞお母さんに、素直に、謝れるようになりますようにという、このことがその通り、本当にエスさんが自然にできるように助けてください。そのヘリクラ
となってまた行かれますように、どうぞお守り導いてください。この祈りが本当にあなたの前に今届いていることを感謝いたします。またイエス様もお父さんに寄せられて、お母さんに謝ることを、へりくだってお母さんの話を聞くことを、そういったことも一つ一つ、本当に守られていくことができるようにお導き助けてくださいますようにお願いいたします。あてのとすま、本当に、主をどうぞお助け導いてください。またどうぞこの罪悪感の霊的なものも断ち切ってくださり、本当に自由に主をエスさんを解放してください。イエス・キリストの御名によってエスさんを解放します。イエス・キリストの御名によってこの心の自由を誤ることに関してその自由を奪っている霊的なものをイエス・キリストの御名によって完全に縛る。イエス・キリストの御名によってエスさんの解放を受けよう。天のとそのどうぞ主の恵みを豊かに表してくださいますようにどうぞお願いいたします。そして本当に主を平気だった心をまたイエスさんに与えてください。イエスさんの皆によってお願いいたします。はい、そうですね、神様がお母さんとの関係をですね、祝福されていかれるようにですね、でもこういった祈りも本当に聞かれていくと思うんですね。はい、どうですか、お母さん。よくある話だと思いますけども、ためにはでも本当にいいリクエストじゃないか、祈りのリクエストじゃないかなとも思います ね。よくね、みんなあることだとも思いますけどもね、でもね、いいですね、そうやってまた祈ることができて、そうですね、そういうお母さんとの関係に関しても、はい、祈ることができるっていうのは、はい、素晴らしいことだと思いますね。はい、はい、次のリクエストもですね、はい、お母様のためということでですね、ちょっと連絡が来ていますね。はい、はい、S さんか、はい、はい、こちらはまたもう一人別な方なんですけども、S さんからのリクエストでありまして、はい、K さんについての祈りのリクエストということで届いております。はい、はい、あ、お母様が K さんということですね。はい、そうですね、お母様と呼んだ方がよろしいでしょうかね。はいはい、じゃあ読み合わせていただきます。お母様の容態がかなり悪くなっています。食事が喉を通らなくなってきました。主の栄光が鮮やかに表されますように。はい、ということでですね、少し前にこのご連絡をいただいていたわけなんですけれども、はいはい、ですね、何かのクリスチャンの方々が、祈ってくださってですね、はい、少しこの食事を、摂取できるようになってきたと。良くなってこられたんですね。はい、そのことは本当に恵みだと思うんですけどね。良、はいはい、かったですね。しかしますますですね、はい、本当に、この祈りのリクエストのようにですね、主のご栄光が鮮やかに、はい、表されますようにということでですね、はい、はい、祈って、さらに回復されるように祈りたいと思いますので、はい、心を合わせていただきたいと思います。天の父様、どうぞこの S さんのお母様をどうぞあなたが癒し、あなたの栄光を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。どうぞ主がご容態をさらに回復させてください。あなたが恵みを与えてくださって回復を与えてきてくださったことありがとうございます。うん、さらに、どうぞその食事を食事が喉を通るようになるようにさらに回復を与えてください。神様の栄光を表してください。癒しをさらに与え、お母様を強めてくださいますように、主の恵みを表してくださり、あなたの栄光が豊かに表されていくようにどうぞお願いいたします。ね、愛する天の父様、Sさんからのリクエストありがとうございます。本当にお母様の容態が良くなってこられていらっしゃることをありがとうございます。本当に、食べ物が喉を通るようになられ、本当に食べ物を摂取できるようになってこられているということを本当に感謝いたします。本当にこの方の願いの上にあなたのご栄光が表されてきていますから、本当に感謝いたします。さらに、その栄養が、摂取できるようになり、そして、体力も本当にますます回復されて、あなたのご栄光が本当にその通りますます表されていくものとなりますように、主がそのお医者のお母様のことを思って、やはりそのお母様自身に
常にこう強められて、クリスの S さんのお母様の K さんをさらに、助け導いてください、うん、あなたの恵みを豊かに表してくださいますように、どうぞお願いいたします、イエス・キリストの御名によって癒されよ、うん、天の様どうぞ主がさらに働きかけてください、ぜひですねご自分の言葉でですねまた今映像を見てくださっている方々一緒に、この中でですねぜひ言葉で出してくださってもいいですから今ご自分の言葉で祈ってみてください。お願いします。天の父様、主をありがとうございます。イエス・キリストの御名によって命ず病の癒さい。イエス・キリストの御名によって主の癒しを宣言します。天の父様、どうぞ豊かに栄光を表し、あなたの恵みを表してください。計算を強め続けてください。計算を励まし、また癒し、強めてくださいますように、どうぞお願いいたします。イエス様の御名によってお願いいたします。アーメン。はい。出していただきました。はい。はい、とさらにですね、英語が話されて、かれると思います。はい。ではですね、次のメールをですね、読んでいただきたいと思いますね。はい。次の祈りのリクエストの方は NA さんという方ですね。はい。NA さんですね。はい。お読みさせていただきます。頭痛および腰痛の癒しのためにお祈りをお願いします。腰痛は特に左側が、痛く、はい、早く癒され自由に動けるように、また自律神経が弱く強められるようお祈りいただければ感謝です。はい、はい、ということですね、はい、頭痛と腰痛ということです、はい、そして、はい、自律神経が、うん、弱くなっているということですね、うん、お祈りしましょう。はい、はい、NA さんですね、はい、天の父様、主を今この NA さんからのメールを本当にありがとうございます、うん、主をあなたを賛美いたします、うん、あなたを褒めたたえます、うん、今の状況が NA さんに許されていることをも感謝いたします、うん、なぜならば主はこの状況を通してもあなたは栄光を表してくださることを信じてありがとうございます、うん、お父様どうぞ頭痛と腰痛を取り除いてください。癒しを与えてください。うん、特にこの腰 この左側の痛みを取り除いてくださり、うん、早く速やかにどうぞ癒されていくように、動けるように、どうぞあなたの栄光を豊かに表してください。特に自律神経に働きかけてくださり、主どうぞあなたが強められるように、うん、その自律神経が正常に強められるように、主の栄光を表してくださいますように、どうぞお願いいたします。最終天の父様、本当に NA さんからご依頼のリクエストありがとうございます。本当に頭痛及び腰痛の癒しのために、この祈りを感謝いたします。どうぞ、本当にこの腰痛においては、左側が特に痛いということです。早く、その痛みから解放され、自由に動くことができるように、違和感なく、本当に左側が安全に癒されていくことができるように、助けてください。その腰痛において、その神経にあなたが触れてくださり、筋肉に触れてくださり、また骨の部分にも触れてくださり、腰痛の痛みをもたらす原因のもとにまた触れてくださり、どうぞ腰痛が完全に癒されていくことができるように助けてください。また自律神経の部分もどうか強められて、頭痛からも本当に解放されていくことができるようにも、主の癒しが完全にこだわされてくれますように、どうぞ主が憐れみ助けお導きくださいますようにお願いいたします。天の父様、完全な癒しを与えてください、うん、頭痛よ、その NA さんから頭痛よ、イエスキリストの名前です、はい、アメン。
左側の部分の痛みを取り除かれよ、うん、イエス・キリストの御名で癒され、うん、痛みを抑え、うん、痛みに関わる霊をイエス・キリストの御名で抑え、うん、イエス・キリストの御名によって自由に速やかに動けるようになるように宣言します、うん、イエス・キリストの御名によって癒されよ、うん、自律神経を完全に癒されよ、うん、強められよ、うん、お父様、主の勝利を感謝します。あなたが働いておられることを感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。ね、はい、そうですね。この自律神経ですね。で主が、まあ、今、お祈りしている中でですね、働きかけておられると思いますのでですね。はい、さらにですね、良くなっていくように。はい、はい、願いたいと思いますけれども、はい、次は KA さんですね、はい、次は KA さんからの祈りのリクエストを読ませていただきます、はい、視力、特に乱視が強くなってきています、はい、乱視がなくなるよう、また自律神経、特に三半規管による平衡感覚が強められるようお祈りいただければ感謝です、はい、よろしくお願いしますということです。はい、はい、ということですね、うん、そうですね、うん、三半規管ですね、うん、こうちょっとこうめまいが、三半規管が弱っているとめまいがしたりっていうんでしょうか、こうクラクラとしたりですね、うん、そういうことがあると思うんですけれども、うん、あと今目のですね、癒しのリクエストが多いですけれども、うん、はい、この間もちょっとですねお分かりしたように、はい、目が良くなっている方がですね出てきて、本当に、ちょっとお祈りしたいと思いますね、はい、天のお父様、どうぞ主よ、この方の視力をどうぞ回復させ、うん、どうぞはっきりと見えるようになるように、どうぞあなたが、うん、こう表してください、この経営さんの癒しのリクエスト本当にありがとうございます、うん、どうぞ経営さんの目に働きかけてください、うん、そして視力を強め、また乱視を癒してください、うん、乱視が完全になくなるように、うん、どうぞあなたの癒しを与え、回復を与えください、うん、またどうぞ神経にもどうぞ働きかけてくださり、うん、癒してください、三半規管、平衡感覚がちゃんとこう取り戻せるように、うん、三半規管をまた癒してください、うん、主の癒しを明確にこの目と、うん、またそのこの三半規管の部分にこう触れてください、うん、どうぞ自律神経の部分にまた触れてください、うん、どうぞ癒してください、どうぞお願いします、うん、はい、それでのお父様、文系さんからの祈りのリクエストをありがとうございます。本当に視力に関して、乱視がなくなるように目をさらに回復させ、癒してくださいますようにお願いいたします。どうぞ、その視力が本当に、乱視からも解放されて、よく見えるようになっていくことができるように、導き助けてくださいますようにお願いいたします。また自律神経などに関して、三半規管による平衡感覚が本当に強められていかれますように、もしかして本当にめまいがある方なのでしょうか。どうぞ、その自律神経の部分に関しても、さらなる癒しをあなたが与えてくださって、本当に三半規管による平衡感覚というものが、良くなっていき、強められていくことができるように、助けを導いてくださいますように、どうかお願いします。主の完全なる癒しと解放をもたらしてくださって、本当に目の状態も、また、その自律神経に関わる状態も、本当に速やかな回復を得ていくことができるように、助けを導いてくださいますようにお願いいたします。天父様、本当に主どうぞその回復を豊かに与えてください。神の栄光を豊かに表してくださいますようにお願いします。うん、イエス・キリストの御名によって三半規管を、イエス・キリストの御名によって三半規管を癒されよ、うん。イエス・キリストの御名によってその経営さんの目よ、うん、この視力を回復せよ。うん、イエス・キリストの御名によって乱視を取り除かれよ。うん、イエス・キリストの御名によって目を強められるよ、うん、いやはっきりとまた見えるようになれ、うん、イエス・キリストの御名によってまた自律神経が
正常になるようにイエス・キリストの御名によって癒されよ、うん、イエス・キリストの御名によって、この病の霊を去り、うん、父様どうぞ主の勝利を豊かに表してください、うん、感謝します。主が働いておられることをありがとうございます、うん、イエス様あなたの皆を褒めたたえます、うん、感謝します。賛美します、うん、ありがとうございます。イエス様皆によってお願いします。アメン。はい、そうですね、神様は本当に私たちの祈りを聞いて、くださいますね、はい、で神様は全能の方でおられるので、うん、私たちがどんなところにいてもですね、神様は私たちの存在をご存知です、うん、そして何をどのようにしているのかというのを、そしておられるということがですね、聖書をこう読んでいくと分かるんですね。ですから私たちが心を痛めている時も、うん、あるいはまた喜んでいる時も、うん、本当に神様はですね、素晴らしいこうご愛の方なので、うん、私たちを本当に優しくですね、うん、見守って、うん、いて、くださって、うん、痛んでいる時にはですね、神様も心を痛めて、うん、私たちを見守ってくださっていると思いますし、うんうん、私たちが喜んでいる時には本当にですね、うん、また神様も喜んでくださっているというんでしょうかね、うん、そういったことが本当にあると思うんですけれども、うん、ですからそういうな今言ったのはそのですね、神様はどんなに私たちを愛してくださっている方なのかということですね、うん、お分かちしたんですけれども、その私たちを愛してくださっている方なので、うん、どんな小さな私たちの祈りであってもですね、うん、もし私たちが心から祈りって心からなので、うん、心からこう、まあ、ベストを尽くしてお祈りするときには、うん、必ずですね、何かその祈りをこう聞いていてくださるんですね、うん、ですから私は本当にまあ、この番組を見てくださっている方々も心を合わせて祈ってくださってますので、うん、本当に主はですね、今の一つ一つの祈りをこう本当にこう耳を傾けてですね、うん、何かこうし始めていってくださっているということと、はい、本当にこう確信を持って信じているんですね、はい、どうですかね、お祈りしてて。そうですね、いろんなね、この番組を見てくださっている方で、はい、本当にパートナーとしてですね、うん、一緒に祈ってくださる人たちがたくさんいらっしゃるので、はい、本当にそういうね、皆さんと心を合わせて祈る番組の中でですね、本当に主が素晴らしいことを今しておられるということを、ね、本当に信じていて、はい、また感謝しています。はい、はい、そうですね。本当にこの番組はですね、いろんな方々から皆さんからですね、はい、この祈りのリクエストをしていただくということでですね、はい、番組自体が成り立っていますので、はい、本当に皆さんからの祈りのリクエストを本当にありがとうございます。はい、これが見つかったわけで。はい。今日はですね、これがちょっと先週はですね、はい、見つからなかったものがですね、ちょっと見つかってきていますから、私が持ちましょう。はい。はい。はい。祈りの時間ですね。毎週火曜日22時から23時、祈りのリクエストを募集しています。はい。こちらにありますようにメールアドレスです。player.request.antoke@gmail.com であります、はい。はい。ということですね。こちらまで、はい、こちらまで祝お願いしたいというふうに思います。はい。では細かくですね、ちょっとやれない方はですね、パソコンで、見た場合はですね、受付メールというのが上の方にですね、映像の上の方に。はい、あります、はい、ホームページを見ていただくとですね、はい、iPhone で見て、くださっている映像を見てくださっている方は、うんうん、一旦ですねそのホームページの方に、帰っていただくとですね、またその祈りのリクエストの、そのメールのアドレスが出てくると思いますので、はい、そこへですね、送っていただきたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。本当に毎週ですね、いろんな祈りを、いろいろリクエストをですね、はい、くださって本当にありがとうございます。はい、はい、ですね、次のリクエスト、はい、P さん、
からリクエストをいただいております。はい、P さんからの祈りのリクエストを読ませていただきます。はい、奥さんの父と私の父が教会にしっかりつながるようによろしくお願いしますということです。はい、はい、ということですね。 P さんの奥さんのお父さん、うんうん、それから P さんのお父さん、 P さんのお父さんが、うん、教会につながるようにということですね、うんうん、しっかりとつながるようにということは、ちょっとはですね、なんか教会に行かれたことがあるんでしょうか、うん、まあ、ねえ、どうでしょうかね。あ、まあわからないですけども、うん、ですね、しっかりと教会につながるように、教会につながるということはとても大事なことなんですね。はい、ね、わかりますでしょうかね。そうですね、やっぱり教会につながっていると恵みが ね、ますます、そうなんです、守りも、ね、神様の守りも教会を通して、はい、豊かに ね、表されますしね。教会につながっているとですね、やっぱりその、まあ、なんかこう霊的なある、祝福の傘の中にですね、うんうん、こう入っている感じになるわけですね。今日は雨が降ってますけれども、ね、このですね、もしその傘からですね、うん、こう出ちゃうと、ですね、こう雨に濡れちゃうわけです、うん、ところがですね、まあ、この傘にある限りは、傘の中にいる限りは、うん、雨に濡れなくて済むんですね、うんうん、で教会のこのですね、傘の中に入っている限りは、うん、私たちは祝福で満たされていることができるんですね、うん、ところがこの教会の傘からですね、うん、こう出ちゃいますとですね、うん、祝福を失ってしまうということがあるわけなんですよね、うん、ですから教会のにしっかりとこうつながっているとですね、うん、まあ、いるだけ、ある意味でこの教会に行ってるだけでですね、うん、こうなんていうんでしょうか、いろんな恵みを、うん、受けることができるわけですね。例えば癒されたりですね、うん、そういった恵みも私もこうやってお祈りしてですね、うん、皆さんに祈っていただいて、この番組で祈っていただいて、それ確かにある癒しがあったり、ある祈りが聞かれて祝福が与えられたりということが起こりますけれども、いろいろ起こるんですけれども、うん、しかしより、教会に行った方がですね、祈りも聞かれやすくなりますし、いろんなその恵みも受けやすくなるっていうことはあるんですね、うんうん、ですから一つはこの番組を毎週見続けていただきたい。なるほど、その、ね、恵みの、ね、これも教会の祝福なんで す、 そうですよ。この番組もですね、教会の祝福でですね、うん、教会のいろんな方々が一緒に、はい、祈ってくださると。そうですね、祈られてる番組ですね。そうなんですね、はい、ですからこの番組を毎週見るっていうことも、まあ、一つ教会につながり続けるっていうことなんですけれども、うん、しかしまたですね、うん、教会に、お近くの教会に行ける場合にはですね、ぜひ教会に行って、そしてですね、つながっていただけたら素晴らしいなと、うん、ちょっとちょっと長くなっちゃって申し訳ないんですが、はいはい、最近ですね、ちょっと私のこの奥様が、はい、私のことですか、はい、ちょっとですね、教会を、うん、最初小さい時行ってたのが離れちゃって、それからまた教会に来た。小さい時の、小さい時というか、ね、昔の話ですね。そうですね、はい、そういうことをちょっとお聞きしたことが、はい、最近あったので、はい、中学校の時ですね、ジュニアクラスというのに参加したのが、はいはい、行ってたんですね。行ってましたけども、しばらくしてから行かなくなっちゃったっていうことがあったんですけども、ね、またちょっと年月過ぎてからですね、教会に戻ってきたという。よかったですね。はい、楽しかったですけど、ジュニアクラスね。はい、小さい時のね、はい、懐かしいものがあります。でもその忙しくなっちゃってブランクが空いたんですが、はい、でも神様が本当に戻して、うんうん、やっぱりその出てる間よりもやっぱり教会にあった祝福っていうのはですね、うんうん、そうですね、はい、ぜひ、うん、祈りましょう、はい、天のお父様、主をどうぞお願いいたします。 P さんの、うん、その お父様をどうぞあなたが教会に導いてください、うん、あるいはP さんの奥さんのその
お父様をどうぞ教会に導いてください、うん、どうぞ教会にしっかりつながるように、うん、あなたのご意向を表してくださいますように、どうぞ神の働きを表してくださり、教会につながるようにさらに導いてください。お願いいたします。アメン。愛する天のお父様、Aさんからのいろいろリクエストをありがとうございます。本当に奥さんの父と、またBさんのお父様と本当に教会にしっかりとこの方々がつながっていかれますように、その祈りをどうぞあなたがそれに聞き届けてくださっていますことを覚えて感謝いたします。どうぞ奥様のお父様も本当に、教会に毎週行けるようになられますように、また P さんのお父様も本当に教会に、続けて行けるような状況になっていかれますように、どうぞこの方々を主が憐れんでくださり、教会にしっかりつながっていくことができ、その教会における主の恵みと祝福をさらに受けていくことができますように、お導きくださいますことを切にお願いいたします。あなたのお父様、主をどうぞ教会にしっかりとつながれる、もし教会に行けないような状況でありますならば、その二人のお父様がまたアンティオキ教会のインターネットのこの映像でオンライン礼拝を保つようにもどうぞ導いてください、うん、主がどうぞあらゆる形で教会につながるように、うん、神の栄光を豊かに表してくださいますようにお願いいたします、うん、イエス様の皆によってお願いします、うん、そうですね、いろんなご事情でですね、うん、こういう映像番組しか見れないという場合もあるかもしれませんね、うん、でも東京アンティオキ教会のですね、うん、ホームページには、うん、毎週オンライン礼拝というのがありましてですね、その映像が日曜日の、うん、午前中映像が出てますし、うん、また夜のその礼拝、うんの方もですね映像が出ております、うん、でそういったことでですね、うんぜひ、まあ、蒼天なんていうんでしょうか、蒼天礼拝といって早い、ちょっと蒼天っていう言い方、うん、ちょっと難しいかもしれませんが、うん、こう早い朝の早朝の礼拝からですね、はい、映像が出ていますので、うん、ぜひですね、ご覧いただけたらいいかなと、うん、本当に思うんですね。最近では本当にその映像をですね、うん、見て礼拝をされて、そして教会につながり、うん、洗礼を受けられたりですね、うん、それから結婚式をされたりですね、うん、そういう方も教会の方にですね、はい、いらっしゃってくださってますが、うんそういうことをですね、うん、ちょっと祈りながらそういうこともちょっと、思わせていただきました。本当にこの映像を見てくださっている方々もですね、うん、本当に感謝いたします。はい、はい、ではですね、次は、うん、Y さんですね。はい、Y さんからの祈りのリクエストを読ませていただきます。はい、お願いします。父が先週より肺炎で入院しています。癒しと救いのためにお祈りいただければ幸いです。はい、ということで、はい、ぜひですね、はい、お父様のリスクのためにもですね、うん、また癒しのためにもお祈りしたいと思いますね、うん、はい、天皇お父様、主よどうぞ Y さんの お父様がこの肺炎で入院されたということです。確かに人間的には病でありまして良くない状況でありますけれども、しかしこの事柄のゆえにあなたを褒めたたえます。父様、あなたならばこの事柄の裏側に確かに主の恵みと祝福が用意されていることを覚えて感謝いたします。あなたは褒めたたえます。主よどうぞその Y さんのお父様を憐れんでくださり、うん、救いを与えてください、うん、主よどうぞあなたが Y さんのY さんをお父様のところにまた、うん、使わせてくださり、うん、あるいは他のクリスチャンを使わせてくださり、うん、そして、どうぞ お父様が福音に耳を傾けるようにしてください、うん、そしてイエス様の救いを受け入れ、うん、また癒されていくようにこの肺炎を主が癒し、体を強めていってください、うん、主の恵みを表してくださいますようにどうぞお願いいたします。
ね。マイスネームスカイテのお父様、お父様さんからのリクエスト、ありがとうございます。お父様は、あ、本当に先週より肺炎に入院されたということです。どうぞ主が、速やかにその肺炎となった状態を癒してくださり、またこの許された病を通して、またお父様が救われていくこととなられますよりも、どうぞ主が助け導いてくださいますようにお願いいたします。本当に肺炎から癒されることと同時に、また救いの御業も、このお父様の目に表されていかれますよう、主がどうぞお父様の心をあなたに向けさせてくださいますようにお願いします。また Y さんを通しても、本当にその救いの事柄が、お父様に、深く入っていかれますようにどうぞ導いてくださって、本当に速やかにも癒されていくことと同時に、救いの御業も豊かに主が表しててくださいますようにどうかお願いいたします。あなたのお父様どうぞ主の勝利を豊かに表してください。イエス・キリストの皆によって、この Y さんのお父様を解放します。イエス・キリストの皆によって、癒されよ。イエス・キリストの皆によって、また Y さんのお父さんの霊的な目が開かれるように、イエス・キリストの皆によって宣言します。あなたのお父様はどうぞ Y さんのお父さんを完全に救いへと導いてください。イエス様の十字架の恵み、許しの恵みを受け、そして永遠の命を受けることができるように導いてください。救いを与え、神の栄光を豊かに表してください。聖霊様は働いてください。主が今働いておられますから感謝いたします。あなたは褒めたたえます。また、病を癒してください。病の霊をイエス・キリストによってさえ。病をさえ。お父様どうぞ、主の栄光を豊かに表してください。感謝します。イエス様、皆によってお願いします。はい、はい、ありがとうございます、うん、ではご家族の方々の取りなしが続いておりますね。そうですね、はい、はい、続き、そうですね、はい、お母様とか、それからお父様、はいはい、今日はそういう、うん、ですね、ご家族の、うん、特にいいことに本当に気がつかれましたね、うん、お父様お母様のための祈りというのはすごく多いですね。聖書に父母を敬いなさいという、うん、ことが書かれているんですね、うん、10回っていう映画がありますけれども、はい、見たことあります。見たことあります、はい、どんな感じですか。もう忘れましたけども、あれですよ、え、海が分かれて、そう特殊効果のね、あれすごい感動的でした。その場面がやっぱり残ってますね。奇跡の航海が分かれるシーンですね、はい、自分もそういうとこ渡ってみたくなるようなね、そう、神様の大奇跡を、素晴らしい、はい、聖書的な映画ですよね、はい、10回って、その10回っていうのは何が、はい、あるかって、モーセっていう方が出てきて、うん、その聖書の立法の書をですね、うん、授かった時のお話、その10回の中にですね、父母を敬いなさいというですね、うん、命令が10回の戒めの中に有名な、うん、戒めとしてですね、重要な戒めとして、入っているわけですね。ですから、お父様お母様のためにですね、お祈りするということが自体が、うん、私たちの祝福に本当につながっていくわけですね、うん、ですから今日はそういうですね、いろんな祈りがありますけれども、うん、そのご両親のお祈り、はい、じゃあ H さんの、はい、H さんのですね、はい、お祈りをお願いし、はい、S さんですね、 S さんですね、はい、はい、S さんからの祈りのリクエストを読ませていただきます、私の父、この方は H さんと、はい、お父様は H さんと呼ばせていただきます、ね、はい、ノンクリスチャンということを括弧で書いてあります ね、はい、H さんは1年ほど前に蓄膿の手術をしたのですが、その後から咳が止まらなくなりました、はい、多少の波はありますが、ここのところは一日中咳しています、はい、癒されて咳が止まりますようによろしくお願いしますということです。はい、じゃあ飲みます、はい、ぜひ心合わせていただきたいと思います。天のお父様、本当にありがとうございます。あなたが
あ、この S さんのオニクスと与えられたことをありがとうございます。やはりそのお父様のため、その H さんのための癒しの祈りも求めてきておられますからありがとうございます。天のお父様、どうぞ H さんを主を救い出してください。そしてイエス様を信じることができるようになるように導いてくださいますように。そしてまた癒しを与えてください。どうぞ咳が止まらなくなっているということですが、どうぞ咳が止まるようになっていく、それがまた神によって癒されたということが分かるようになっていき、イエス様にご栄光をお返しし、そしてそのエッチさんがイエス様を信じるようになっていくように、どうぞあなたが導いてください。癒しの恵みを表し、そしてエッチさんが願っている通りに癒されつつ、そしてイエス様を信じるようにならずように、お父様を祝福してください。どうぞお願いいたします。天のお父様、本当にエスさんからのリクエストありがとうございます。本当にエスさんのお父様エチさんをどうぞさらに咳が止まるように癒されていかれますことをお願いいたします。どうぞ咳が止まらなくならないように、本当に完全に癒されて咳がはっきりと止まっていくようにしてくださいますようにお願いいたします。本当に一日中咳をし続けることもないようにしてくださり、その咳が出る原因のもとにどうか主が触れてくださり、その気管をまた強め、また咳が出る症状が本当に止まって、完全に止まっていくことができるように、呼吸がまた楽になっていかれますように、どうぞこの方を歩んでくださり、お父様のその病を完全に主が癒していってくださいますようにお願いいたします。アテント様、本当に病がその許されているその状態をも、主よ、あなたが計画のうちに許されましたから感謝します。主は何かその私さんのお父様エイチさんに何か素晴らしい栄光を、神の栄光を見させようとしておられることを信じて感謝いたします。エイチさんがその御心に沿って主を明かしすることができるようにも助けてくださり、またエイチさんがお父様が癒され、そして神の栄光を見ることができるように導いてください。イエスキリストによって病を抑え、その咳を抑え、咳の出を抑え、イエスキリストによって癒され、咳を止まれ、お父様どうぞあなたの恵みを豊かに表してください。感謝します。イエス様の皆によってお祈りいたします。はい、ありがとうございます。ですね、次はですね、どうなったんでしょうか。Y さんですね。次は Y さんです。Y さんですね。はい、Y さんですね。Y さんということでお願いしたいと思います。はい。はい、では次は Y さんからの祈りのリクエストを載せていただきます。二人目の Y さんですかね。はい。二人目の Y さん。そうですね。今日二人目の Y さんですね。はい。もう一つ、もう一方の。もう一方ですね。はい。Y さんです。現在住んでいるところ、今年いっぱいで出なければいけないので、はい、今住んでいるところの近くで住まいが与えられるように、求めている条件に合ったところが与えられるように、はい、引っ越しの経済も与えられるようにお願いします。ということで、お引っ越しの方のリクエストでありますね。わかりました。はい。移っていかなければいけないということですね。はい。わかりました。じゃあお祈りしましょう。はい。はい、天のお父様、主よ、ありがとうございます。この Y さんの祈りのリクエストを感謝します。また、このお引越しをしていかなければいけないという状況が許されていますが、そのこともありがとうございます。きっとあなたが新しい祝福を Y さんに、また Y さんのご家族に与えようとしておられると思いますから、ありがとうございます。どうぞ Y さんを強めてくださり、どうぞその御心の Y さんが願っているその条件、求めている条件に合ったところが速やかに、与えていくことができるように導いてください。どうぞお願いいたします。そのところを速やかに見出していくことができるように、探しなさい、そうすれば見つかりますという、そのこの御言葉もありがとうございます。あなたは必ずその見つけ出させてくださることをありがとうございます。見出させてくださることをありがとうございます。
主どうぞあなたが和紙さんを導いてくださり、その求めている条件のところに、速やかに、こう行き着く、ことができるように、いろんなお忙しい、状況の中でも、この速やかにそのところを見つけ出すことができるように導いてください、そして、経済をも豊かに必要を満たしてください。どうぞお願いします。愛主殿のお父様、本当に前さんからのリクエストありがとうございます、本当に今年いっぱいで、新しいところに引っ越さなければならないというこの状況が許されておられますが、このことの裏にも何か主が素晴らしいご計画を持って、導いてくださっていることを信じて感謝いたします。どうぞ本当に求めている状況条件に合ったところが耐えられるように導いてください。本当に、いくつか条件を挙げて、らっしゃると思いますけれども、その条件をクリアすることができる本当に良い場所が、最善なところが与えられて、そして引っ越しの経済も同じく豊かに与えられていくことができるように、主がこの祈りのリクエストに応えてくださり、本当に最善な場所が開かれていくように導き助けてください。本当に今年いっぱいでそのことが叶うように、どうぞ主が導き助けてくださるようにお願いいたします。アテネトスもどうぞ主の勝利を表してください。また経済の必要も完全に満たしていってください。どうぞあなたの恵みを豊かに、ワイさんに表してくださいます。どうぞお願いいたします。イエス様の皆によってお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日最後のですね、祈りのリクエスト、はい、はい、お願いしたいと思いますね。はい、こちらもまた Y さんでありまして、また別な方の Y さんですね。はい、はい、Y さんの祈りのリクエスト読ませていただきます。はい、首、肩のこりが癒されるようにお祈りくださいということですね。はい、はい、首、肩のこりが癒されるように、こりがね、なかなか取れると、本当取れるといいですね、こりって ね、痛いですからね、こりは。ですね、ずっと続いてると大変ですよね。はい、じゃあお祈りしましょう。天のお父様、どうぞ、愛さんを癒してくださいますようにお願いします。本当にありがとうございます。今、皆をたたえつつ、この癒しの祈りをなせることありがとうございます。あなたは褒めたたえます。主どうぞ Y さんの首、肩に触れてください。御霊様が今触れてください。癒しの霊が豊かに注がれて、 Y さんの首、肩が癒されていくように、そのコリを完全に取り除いてくださいますようにお願いします。神が働きかけてください。主どうぞ癒してください。完全に癒してくださいますようにどうぞお願いいたします。アーメン。愛する天のお父様、本当に前さんからのリクエストありがとうございます。本当に首、肩のこりが本当に癒されてからますように、どうぞ助けを導きください。本当に前さんの肩に触れ、首に触れ、そしてまた首と肩につながっている神経や筋肉や、そういった骨などにもいても、これの原因の元になる部分をどうぞ癒し、疲れを取り除き、またこれから本当に解放されていくことができるように、痛みが取り除かれていかれますように、どうぞ主が今もこの時も我々さんの首に触れ続けてくださり、肩に触れ続けてくださり、祈っているところを本当に癒し、首、肩のこれからも本当に癒されて解放されていくことができますように、どうぞ助けを導きくださいますようにお願いいたします。あてのとさま、本当に主よ、あなたの十字架の血性を本当にありがとうございます。私たちをどうぞこのイエス様の十字架の血性を持っており、また Y さんを癒してくださいますようにお願いします。主の特別な癒しを首と肩に表してください。イエスキリストによって癒されよ、その肩の凝りを取れよ、イエスキリストによって首の凝りを完全に取れよ、イエスキリストによって癒されよ、イエスキリストによって首、肩のこりに関わる霊をイエスキリストによって癒され、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 お父様、主が与えかけてくださっていることをありがとうございます。主の完全な癒しを与え、本当にこう楽に、首肩が楽になるようにしてください。あなた
の栄光を豊かに血液の循環を良くし、そしてあるいは目の何か疲れの影響とか、他の部分の影響も完全に取り除いてくださって、どうぞ首肩のこりを完全に取り除いてくださいますようにお願いいたします。主に期待いたします。イエス様の皆によってお願いいたします。はい、ありがとうございました。今日もですね、いくつもの祈りをですね、させていただきました。まあ、本当に癒しの祈りもありましたですしね、またご両親のために祈ったり、という祈りのいろんなリクエストがありましたけれども、ぜひですね、またいろんなリクエストをしていただきたいと思います。ですね、まあ、今日祈らなかったリクエストの中に、ですね、何回かですね、この同じような、リクエストをしてきてくださっている方もいらっしゃるんですけれども、継続して祈っていくということも、本当にだんだんと良くなっていくということもですね、ありますのでですね、ぜひ続けて、この番組でですね、こう祈る、その機会に、していっていただければですね、本当に継続して祈っていけるんじゃないかなということを思わされるんですね。もちろんある方に関しては速やかに癒されるということもありますけどですね、よろしくお願いしたいというふうに思います。今日はですね、これで、終わりにさせていただきたいと思いますけども、一言祈らせていただきます。天のお父様、今日本当に番組を最初から最後まで神が導いてくださったことをありがとうございます。あなたにご意見をお返しいたします。主をありがとうございます。感謝します。イエス様の皆によってお祈りいたします。本当に皆さんですね、1時間、本当にありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。ではさようなら。